皆さんこんにちは。今日はですね、4月1日、皆さん何の日かわかりますでしょうか？4月1日は、まあ、世間的には、エイプリルフールなんですけど、ちょっと待って、今聞いといて、みんなに、考えさせる時間もなかったわ。なんかごめんなさい。で、まあ、エイプリルフールということで、いや、ちょっとターゲットのヒレオさんに、ドッキリをしていきたいと思います。まあ、急にね、これがプロコンを壊れてしまうという、急なドッキリをね、仕掛けていこうと思ってるんですけど、ヒレオさんどんな反応してくれるのか、ワクワクしながら仕掛けていきたいと思います。よろしくお願いします。あれ落ちた。ごめんごめん。ちゃん弱。弱くない弱くない。え、待って、なんか、落ちちゃった。ブナちゃん弱。違う、プロコンが、おかしい。ブナちゃん弱。待って、勝手に行くんだけど。うわ、ブナちゃん弱。弱くないから。なんか僕の足と耳が浮いてんだ。なんか勝手に右に行く。見て、助けて、ヒロさん見てる場合じゃなくて。ヒロさん。何？助けて。どうやって助ければいいの？なんか勝手に右に行くんだよ。待って。止めて。あー、ブナちゃん止められない。抗ってんのにな。ブナちゃん止められない。抗ってんのにな。僕がここでブナちゃんを食い止めないと。待って、これ俺スプラトゥーンできなくなっちゃうんだけど。ディラさんまで落ちる。一緒に落ちちゃうじゃないですか。あ、耐えてる。なんで僕との時だけ落ちたんですか？いや、そこで耐えるべきだろ。今耐えてる。なんかプロコンが急に調子悪くてさ。はい。今日だけ調子悪いの。顔に刺さってる。あ、ごめんね。はい。あ、やべ、普通に動いた。いや、プロコンの調子悪いんだよ。かわいそう。なんで？なんかね、勝手にね、水の方にね、落ちていっちゃう。やばい。うわー、あれ？水ないですよ。あれ、今水あったよ。怪しいんですけど。やばい。勝手に行く。泳げないのに、止めて。ここほんとだ。これな、どうすればいいと思う？頑張れ、うなちゃん。頑張れじゃん。押してない？押してないですよ。あ、ちょっと待って、頭でかくて落ちちゃった。ヒロさん。はい。これは全部嘘です。はい。エイプリルフールなので、ドッキリをしてみました。どうだった？エプリルフール、嘘だったんですか、全部。もう全部嘘だよ。今まで友達だと思ってたことも全部嘘だったって言うんですか？その全部じゃなくて、オールじゃなくて、はい。今の、オールで。はい、全部じゃなくて、今の瞬間だけ嘘。はい、だから、プロコン壊れてるのが嘘なの。ああ、そういうこと、よかった。僕、うなちゃんと友達なのも全部、今まで一緒に動画撮ってきたことも全部嘘かと思って。そんな、特別、すっごいドッキリだな、それ。ひどいドッキリだよ、それ。もう、数ヶ月かけたドッキリですよ、だから。ずっとドッキリ仕掛けてたの、じゃあ。ずっとドッキリされてると思って。スプラスリー出てから。よかった。違う。ひろさんとは友達だよ。今後とも。うなちゃん、僕、友達、本当ですか？それ。もちろん、友達じゃん。俺たち。僕が仕掛けてるとは思わないんですか？逆に。え？ドッキリを？はい。友達、ドッキリ？はい。友達じゃないの？友達ですよ。だよね。そうだよね。そうだよね。びっくりした。ちょっとドッキリしちゃった。ちょっとドッキリ。これがドッキリ。そうです。ね。
じゃあ、ドッキリ大成功だ。てってれーん。ドッキリ大成功。てってれーん。イェーイ。僕は、ここを何周も走らされる呪いにかかっています。この呪いを解くために、みんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって、僕は救われると信じています。ぜひ、助けてください。助けて！